はい、あさみスタジオへようこそ。今日の動画はファンデーションと下地だけの動画にしたいと思います。ちょっとね、メイク動画を何本か上げてきて、全部工程が一緒だなって思ってきて、でそれを毎回やるのもめんどくさくなっちゃってなので、ファンデーションの工程はこちらだよってこう誘導できるような動画をね、今日作成したいと思うので、ぜひね、ファンデーションってどうやったらうまくいくのかなっていうのが気になる方はこの動画を見てくれると嬉しいです。ちょっと車が通るな、音聞こえるよ。それではゴー。それではファンデ下地の工程をやっていきたいと思います。うちはね、約4種類使ってやっております。まず下地に使うのはこちら、ラロッシュポゼ UV イデア、なんだっけカラーは、出すとこんな感じの白い下地を使ってます。これちょっとね、お高いんですけど、まあ、日焼け止めとかにもなるし、あと化粧のりが良くなるので、これを大事に大事に使っております。伸びがいいから、そんないっぱい出さなくても塗れるので、減りはさ遅いんじゃないかなってうちは思う。だから値段以上だと思うけどね。でうちはこうやっていつも直塗りでやっております。わあ、出しすぎたな、ちょっと。ちなみに今日この動画を撮った後に、このままね、ジュジュリオンのアメスクライさんのコスプレして TikTok 撮ろっかなって思ってる。いやー、てかね、終わっちゃうよね、もう。で、この動画が出る頃にはどうなってんだろう、ジュジュリオン完結しちゃったかな。いやー、うちさ、ジュジュリオンが一番好きなんだよ。なかなかいなくない、ジュジュリオンが一番好きな部ですって人。ジュジュリオンを読んでる人はいるけどさ、大好きって名乗ってる人ってどんぐらいいるんだろうなって思う。でももう10年も経つからね、これからどんどんファンが増えるといいな。いや、どんどんじゃないよ、本当はもう増えてるべきなんだけどさ、注目度が低すぎておかしいよマジ次にコンシーラーを塗っていきます。こちらミシャのザ・チップコンシーラーナンバー21、明るい肌色です。最近までユアグラムっていうね、すっごい安いんだけど質がいいコンシーラーを使ったんだけど、最近急に異臭を放っちゃって、塗る分には問題ないんだけど、なんか尿に耐えられなくなっちゃってさ、してました。でこんな感じで、うちの場合はこう眉毛の剃り跡があるので、ここにてん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 、あと目の下、ペン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 、あ、びっくりした、いい香りするこれ。あとここ小鼻、この赤みを消します。うちね、唇がさ、ちょっとこっちが厚くてこっちが少し薄くなってんですよ。なのでここをちょっと抜けてこっちを薄くする、こんな感じで。であとはちょっとニキビ、ちょっとここのニキビのさ、あとさ、できたばっかりだからちょっとあんま塗らないでおきたい。ごめん。ちょっとここまでにするわ。指でぼかします。はい、てな感じでコンシーラーできました。カメラを見ようとすると、周りのライトが、うちのなんだろう、目を刺激するからさ、よくわかんないんだよね。次にラネージュのクッションファンデを使っていきます。これすっごい優秀で、まずうちにすごいズボラなわけよ、めちゃくちゃ。あのリキッドファンデをさ、こう出してさ、つけるっていうのがすごいもうめんどくってさ、なんかうちそのせいで、あーメイクしたくねーって思う時がただあったんだけど、これに出会ってから楽しい、メイクが。こちらね、なんだっけ、N20、N21?
ていう番号で、ちょっとマット系のファンデなんですよ。まあ、コスプレするときはうちもマットが好きなので、こんな感じで、ペペペペって塗ると、ほら、ほらで見える？見えない？うちが見えないんだが。はい、こんな感じです。すごくない？うちこのファンデはマジでおすすめしたい。ていうか、あのねファンデーション塗るのがすごい苦手な人におすすめしたい。まあ、手汚れないしね。まずそこ感動じゃない？あとクリオのファンデとかもね結構いいんだよね。で最後にベビーパウダーを使います。こちら資生堂なんですけど、これね最近ちょっと有名で使ってる方も多いんじゃない？でこちらで、さっきのねファンデもマット系ではあるんだけど、さらにツヤを消していきたいと思います。はい、てなわけでうちの下地ファンデーション完成しました。でさ、うちはこれをいつもさ普段メイクとかにも使っているから、あの結構ゴリゴリにメイク、コスプレメイクする人からするとちょっとファンデ薄くないって思うかもしれないけど、うちはこれで十分です。多分もっと本格にやる人はなんかコスプレ専門店で売ってるファンデとか、そっちの方がまあカバー力高いしいいのかもしれないんだけど、こういうね普通に売ってるファンデとかでもコスプレメイクは全然できるので、もし参考になった方は高評価とコメントお待ちしております。それではうちは今から豆づくライさんのコスプレをするので TikTok で会いましょう。じゃあねー。